豆電キュー、ありがとうございます。毎日の始まりです。もうみんな元気でね、もうたくさんの人でありがとうございます。それではゆっくりと午後のひとときを豆電キューの曲に聴いて酔ってください。どんな良い塩梅か知らんけど、先が飲めない人もおりまして、いろいろ十人十色の世界でそれぞれがそれぞれでございます。今日も聴きながら楽しんで、歌う曲はですね、大野見の里に歌は流れてという曲を歌う。これは、5年ぐらい前に頼まれた曲ですけど、歌います。ここは大野見雨子の里、みんなもがキラキラ眩しい、今日はピチピチ雨ごつなさい、新茶の香りも爽やかに、心地よい風に吹かれて、遊びに来ませんか、須崎から峠を越えると、ここは大野見女の里、みんなもに揺らぐ青い群れ、夏祭り、浴衣姿も艶やかに、久しぶり元気でしたか、懐かしい友の顔、四万十沿いに、ここは大野見源流の里、みんなもに映える赤や黄色、今日は稲刈り大野見舞、新米の香り漂い知らずつ、家族団らん実りの秋、すすきが揺れている、大野見の里に歌は流れるという曲をお届けしました。ありがとうございます。曲は川谷拓三さんの歌を歌います。今年で亡くなって20年になりました。そして拓三さんの追悼の映画も、また上映するんですけど、とにかくね、私出身の川谷拓三さん、もう世界的にも有名だというか、日本全国の知らないといられないという、やられ役ではこの方を知らなくてはならないですね。その歌で万歳役者人生拓本の歌という曲を歌います。小学校の頃、マーロン・ブランドの映画を見て、大きくなったら映画俳優になりたいと、映画館の自転車置き場のちっぽけな椅子にちょこんと腰掛け、夕日の空を見上げながら思った。中学校を卒業
して俳優志して旅立ちの朝、親父が一緒について行くよと言ってくれた。お袋は送らんからね、つろうなるからね、風呂敷片手に作ったサドイッチ。連絡船が四国を離れる。お袋の顔が目に浮かぶ。夢にまで見た映画の都を京都へ。コーリアの仕事をしながら2年目の冬、18歳憧れの東映花のエキストラ。今見ておる歯を食いしばり身を立ち、もらって嬉しいハマり役、辛く苦しいスタンドイン。もらって嬉しい浜谷役、辛く苦しいスタンドイン。やられた役は三点外、セリフのないやられ役。長い下積み重ねた末に、仁義なき戦いで個性が光る。念願かなって初主演、河内のおっさんの歌。親父、おふくろ、俺はやったで、映画を絶対見てや。二人並んで腰掛け、スルメかじりながら見てほしい。おかげさまで人様に知られる役者になることができた。さやけど明日はどうなることかわからない。ダメになったら僕はまた初めに戻って、吐き割りから始めるつもり。通行人家庭絵じゃないか。この世界万歳、役者人生、男一匹川谷に託そう。一生つるで役者家業、好きで入ったこの世界万歳、役者人生、男一匹それをいっぱい今表現したんですよ。一瞬それを感じてくれた。人生はいつまでもずっと一瞬こういう暮らすって、その時みんなの支えがあってこそ前へ進めるんだと、そういうことで聞いてもらったらいいんじゃないですか。自由に座って構わないよ、ね、いらっしゃいませ。裏の方行って、曲を揃えてくれるかな。表の方でね、近藤さん言ってください。南風2号お願いします。南風2号を歌いますので中村さん、それを聞いてください。それではデクちゃん
あのうちのスタッフおらんの、ね、ケンちゃん次ね、青柳ゆうすけやってもらう。俺が漫画家、青柳ゆうすけ。ね、この青柳さんとはね、もう昔からも楽しく、まあ、受験させてもらったんですけど、亡くなって何歳時の頃かな、青柳さんの歌を作ったらどうだよって話をやった時に、あそこのアトリエの広志のアトリエさん、あそこの竹本広志さんが作詞をしてくれまして、その曲をつけました。それが俺が漫画家青柳ゆうすけぞという曲を歌いますけど、よろしくお願いします。裏方 OK ですか。急にハッですよね。いいぞ皆さん。それでは俺は漫画家青柳ゆうすけという曲、杉田さんも前会った方ありましたね。青柳ゆうすけさんはね、あの夜中にね、私が高知放送の夜9時頃でした、あの会社のね真っ暗い廊下をね歩いていたら、向こうから真っ白いものが来るんですよ。え、何やろうと思ったら、放火無理をした男の人がものすごいスピードであのこっちへ走ってきて、でこう私と本当にすれ違いざまにブスッて言って、私に叫んで走っていって、私何のことやろうと思ったら、それ青柳ゆうすけさんでした。そういう出会い、ざっくばらに言うんですね、あれだね、そういう人だそうです。そういう人の肩を、肩の歌を歌いますけど、ほんまにね、オープンだとはね、すごく捜査の男としてのね、意図を超えた男やね。けどライブって途中であの歌歌いたいなとか思い出してくるんやね、こういう風に。そうですね、準備しようと思った全然違うのをパッとスタッフに言って、スタッフがパッと撮っていって、いつものことなんやけど、いつもね、いや、高知商業国のね、OB さん、中野さん、あのその歌の中入ってる中野さんがわざわざ大阪から来てくれた。大阪から来てくれたの。まあ、お立ちください、どうぞ。大阪から駆けつけてくださった中越さんです。はい、中越さん、先輩の大先輩、ありがとうございます。そんなにいいなってところは。それでは、歌わんてか、いいよ、俺は漫画家、青柳ゆうすけだ。
拍手を振る。最高や。よくさ、龍馬超えたかな。これは土佐の高知漫画家青柳じゃマグロとサルで泣いたユウスケぞ俺たち出ていかがったね。よかったね。イベさん。イベさん。覚えてらっしゃる。イベさん。下の名前は。あやかちゃんです。わかった。あやかちゃんね。イベさん。イベあやかさん。ね、何年ぶり？イベ。何年ぶり？米国で。はい。何ヶ月？あんたしかしたよ。そうですね、今年の、ね春のことでしたね。春の、はい、でもそれを抜けたら、高校以来何年ぶりですか？3年ぶり。そうか、じゃあ3年ぶり の、 その作詞家の方を横にしてですね、歌ってみましょう。一緒に前に歌う。大好きでよ。違う人か。違うってやった。一緒の方がと思った。わかりました、一緒に歌う。ね、違う方は写真撮ってくださいよ。それでは大好き礼服をね、リクエストに答えて歌いましょうか。OK。
ことですか。それでは皆さん、あの彼女が作詞した私のふるさとはこんなんですよというメッセージも込まった曲で大好き礼服を聴いてください。よろしく。今日は大阪から大先輩が駆けつけてくれたり、それから大好き
レイホップのね作詞をしてくれた彩香ちゃんも来てくれたり、もう一人ほらこのあのなんておひねりを持ってきてくださった方が、あの豆電球さんのねあのライブはよくおひねりが飛ぶんですけれども、今回もおひねりいただいて、それで仁淀川を絶対歌ってほしいって2000円で、ありがたいですけど、そのまんまですか、ね、2000円、あの仁淀川さないと今ね一生懸命探してるんだけどない、ここにない、あっちにある、一部あります、もう少しお待ちくださいませ。それではありがとうございます、次歌いますので、それではランプ2号行きましょうかね。ラオさん歌います、ランプ2号。昭和30年代の思い出をこの中から感じ取ってもらえたら、就職列車行ったね、行きましょうか。ない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 、OK なし、これ生きたったけど、ね、行きます。11月23日は大阪で歌います、万博会場の真ん前です、よろしくお願いします。その次また盛り上がります。 OK、 それではランプ2号、ワン一緒に手ですね、ワン、ツー、スリー、ファイ。18歳、大阪へ就職する君、高知発の南風2号に乗り、友達家族に見送られて、汽車の窓から手を振れば、チキン居酒屋でローマン会、話は盛り上がりママさん上機嫌、時の経つのも忘れてしまい、
やっぱり一曲一曲こうやって人とのつながりがあるんですね、マメさんの歌ね。みんながつないでくれてるんだよね。本当ですね。で僕はこれよりみんなこうやってつないでくれてるから僕はこれよりそうです ね、ありがたいことですね。ミオさんのね、この場所をね、貸していただいてほんまに、光栄です。本当にありがたいことです。また現金はより ありがたいということでおひねりもいただきましたが、まあ、ランプ、2号ランプ2号の次はじゃあ仁淀川のリクエストにお答えしていただいていいですかね。仁淀川のイメージを再現したつもりですけれども、聞いてもらって、じゃあお客様仁淀川お送りします。昔も今も変わらない水面の流れ優しく激しくとうとうと流れ大河のロマン愛しき母なる胸に
次のステージは帰ってきます。やめるとね、ぜひその時また応援に盛り上げたいと思います。この後森俊一さん出ますけどね、またまたして大いにこの森俊一さんの歌声を聴いてくれたらありがたいです。それでは次にてっぺん四万十という曲を歌います。これは僕が20周年の豆電球で中村行った時に作ってきました。これがてっぺん四万十、作詞家は作詞に伝わってるんですけど、作詞家さん上がってきてくれますか。ひろしのアトリエさん、どうぞステージまで。てっぺん四万十、日本炭素協会の団長、会長です。豆電球の、奥様のおじさんということでね、うちの奥さんの、奥さんのおじさん、うん、竹正宏さんです。新見直吉文学賞を受賞しています。童話作家でしてね、今月の27日高知新聞に掲載されます戦後70年への、戦後70年への脱出というね、小説を今月27日高知新聞に掲載されますので、皆さんぜひご覧ください。豆電球さんの歌をだいぶ作ってくれましたね。私が有名じゃない竹間大丈夫、今度新聞に載るのはね、この顔というか、足が大人にしてもらいたいと。足は長さない人ですからね、だから足を大人に新聞社の、ね、頼んでます。じゃあやりましょう。足を大人にね、皆さん足見ないでください。上です上だけ。それではね、作詞竹間博士、作曲豆電球、てっぺん四万十、よろしくお願いします。
水流を集める源のアリア四万と名物沈下橋アリア人と暮らしに大河のなアリア四万と四万と四万と流れさんさん水アリア酒で、この名前のお酒が売ってます。そしてまた、何あれは、お水、お茶は、せっぺんの、お水と言われる、四万とせっぺんの、四万とせっぺんというお茶でね、そうそう売ってます。それから、このお酒は、呉の、酒屋で、酒を元で作って、そして、呉でも売ってます。私の名前言うたら大変屋さん割り箸してくれると思いますのでどうぞクレイが来た時にはこのお酒も買ってあげてください。またそこで私が色紙にいろいろ書いておりますので見たい方は見てください。お願いします。ありがとう。よろしく。竹山宏でございましたけどこれからも長生きしてよ。また詩を書いてね。豆電球さんの、ね、歌も作品でも、ね、たくさん詩を書いてくださいました、おじさまの竹政博さん、高知県ではただ一人新見南吉賞という非常に権威のある文学賞を受賞されている童話作家の方でございます。今日は皆さんのテーマ例えば皆さんがお店を持っているならお店の名前、自分の名前お孫さんや子供さんの名前それからどんなことでも結構ですから書いてって言って頼んだらですね竹政さん書いてくださってそしてパートナーの女性の方がすごく素敵な挿絵をね書いてくださいますので1000円でぜひ皆さん記念に書いてもらってください。そういうことなんですね。それではこの歌も思い出になりました、2009年パーマネントのばれてという映画が出ましてその時の両親の役で出していただきましてそれで撮影終わって帰る途中に詩を書きまして作った曲は風は吹く榊の港という曲です。この曲で自分の最初の歌を終わります。それだけで風は言うた OK 急に降ってしまってごめんなさい。ロケ出まして、とにかくいい思い出に出てきました。菅野美穂さん、そして、小池栄子さんかな一緒に、撮影に僕に参加させてもらいましてほんまにいい思い出できました。その曲の思いを、風は吹く榊の港というタイトルで作りましたけど榊という港が舞台なんです。すきものねそれです。それではいいですか。風は吹く榊の港よろしくお願いします。白波立てて船が
ゆく昭和の匂いが今も残る心落ち着く潮騒の音に耳を傾け森秀一さんのステージです。どうぞ。はい、それでは今日はね、黒潮町長の方から、なんか訳分からずに呼ばれてきてますけども、彼も黒潮町でね、2人家が近いんですけども、今日はね、黒潮町の歌を聴いてもらいたいと思います。1曲目は、コンタクトという歌です。よろしくお願いします。命もらい、そして生きている。
それはとても短く儚い命なのに、この星は争いや殺戮が絶えることなく続き、今日も明日も苦しみの中で誰かが死んでいく。
僕の心
はあの黒潮町の近くにはね、中村市という今は四万十市になったんですけども、ちょっとした町があるんですけども、そこのね、僕がよく行く、飲み屋さんの歌を、作った歌があるんですけども、ジェールハウスという曲を次に聴いてください。すれ違う
あの、僕はねあの普通コンサートはあの結構ね学校とか行くことが多いのでよく学校で歌う曲、人権のねあの公演に行った時に歌う曲をねあのめったにこんな曲皆さんも聞くことないと思いますので、ぜひ聴いてもらいたいと思います、世界の果てまでもっていう
っという間に時が経ち、ラスト2曲になりました。それではラスト2曲は、僕の大好きな曲をね、2曲続けて、歌いたいと思います。1曲目は巨毛という曲で、2曲目は、空へという曲で、僕は、お別れしたいと思います。それではよろしくお願いします。I'm not afraid to die.
Thank you.
山時代と遜色のない衰えない声、詩を伝える力、歌の迫力、森秀一&コーズダイ3年生でした。ありがとうございました。いやもう指の力がね強すぎて、鍵盤をしている間どん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 キーボードが低くなってしまいまして、もう本当に正座状態で最後は弾いていただきましたが、でも森秀一さんのね声ってね不思議ですね。現役時代と全然変わりませんね。すごい迫力でした。ありがとうございました。ああ暑い暑い時間をね過ごすことができました。Thank you.
がとうございました。ふるさと、そしてもみじ歌っていただきました。今日ね、あの初対面なんですよね。あのね、ニューホープゴスペルクワイアの皆さんとジューンブライドは初対面なんですけれども、初めましてということでね、もう本番でそのまんま合唱をしていただきました。ありがとうございました。素晴らしいですね、やっぱりね。さあ、もう豆電球さんのね、こう専属の本業スタッフね、一人は仕事、一人はお休みなのに、なぜかこのステージに今日も来てお仕事しているって、もうあのほとんどね、豆電球さんのスタッフは豆さんファミリーって言って、あのボランティアでとにかく豆電球さんと一緒にお祭りしよう、楽しもうっていうことでいつもステージ一緒にやってるんですけども、私もその中の一人なんですけれども、さあ豆電球さんもいっぱいね、お休みをして充電したことでしょう。豆電球さん、そろそろ出番です。はい、豆電球。それでは第2部、2回目のステージ、衣装変えるのちょっと待って、衣装、まあ、赤から黄色になるっていう感じですね。今日はもう朝からね、あの準備とかいろんなことでちょっとバテバテ気味になってるかもしれませんが、しかしここはね、精一杯頑張ってもらわなくてはいけません。はい、さあ、それでは今日はですね、本当にあの美味しいものもたくさん、まだちょっとだけね残ってるということで、水晶分担ね、あんなにたくさんあってたった1,000円、お茄子もね100円です。それから豆電球さんが作りましたこの手作りの農園のお米柚子、こちらも格安でね売られていますので、ぜひお買い求めください。それからあの月下水というお店で売られているこの竹筒に入ったゼリーなんですけれども、このゼリーね、ブンタンの味がして果肉も入ってるんですけれども、そのゼリーの食べた最後の最後の一すくいに仕掛けがしてあります。このね、最後の最後のあの一口の仕掛けがものすごく美味しいので、ぜひ皆さんこちらのね竹筒ゼリーの方をお買い求めください。それではその豆電球おランク祭り専用の新月さん、こちらの和菓子なんですけれども、天神町にあるこの老舗の和菓子屋さんですけれども、今日はハロウィンの特別のおまんじゅうもね、とっても可愛いんです。お化けまんじゅう、お化けのおまんじゅうと、そしてかぼちゃのおまんじゅうがセットで500円でね売られてますので、ぜひハロウィンの記念にお買い求めください。このお化けのおまんじゅうがなんといってもね可愛らしいんですね。お、二人で黒で決めてきましたね。さあ、今日の任務の第一ステージは皆さんからたくさんリクエストをいただきました。そして意外にですね、今日久々に会ったという懐かしい顔ぶれの方もこの会場に県外からも駆けつけてくださいました。皆さんからリクエストをたくさんいただいてお送りしてます、この豆電球歌祭り、いよいよ2部の第2ステージです。それではアリサちゃん、よろしくお願いします。2部はさっきの分は私一緒にできなかったですけど、今度は小松さんと一緒に2人でステージをやりたいと思います。小松さんの曲はですね、私出会って一緒にやらさせてもらって今5年目なんですけど、本当に高知の至る至る偉人の人とか名所とか食べ物とか、あのいい景色とか、こうその土地土地のことが勉強できる歌詞になっていて、本当に歌って覚える高知県ソングっていう感じで、高知のことが本当に、ね、私も知らんことがいっぱい歌を通して勉強することができて、本当に高知はまたいいところやなって改めて歌いながらね思いますけど、はい、出会った頃の歌は、はい、私出会った頃ね、ああいう風に細かったんですけどね、どん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 この高知の流宮城システムのサワチ食べ放題、お酒飲み放題、いつもあの豆様と一緒に共にするようになりまして、ライブを終わった後の出会った
誰のだった？分からん。誰のだった？聞いたことあるやろ。出会った頃の歌。誰？長渕。あ、長渕剛のやつ。ええ曲やね。あんな曲は踊りたいね。これは洋服だけど、土佐の高知を盛り上げる歌あります。中岡慎太郎の歌でね、土佐っぽい曲やってみようかね。
まあ、この曲を聴いてね、東京行った娘にね、CD を送るときで送ってくれてテープを、そんな思い出がありますよ。その曲を今から歌いますので、CD もできております。昔よう CD 作られたけど。ほら、東京にいる君に聴いてください。行きましょうか。Thank you.
てない髪に疲れても泡が回っている山が飲んでる懐かしいあの顔みんなの笑顔あの子と別れて何年になっただろう今も思い出は心に残る流れる雲のように全ては消え去る今も元気であの子はいるだろうか乾杯今夜は
共演させていただきまして、こんないい思い出ができました。ワンシーンの中に僕の姿が一瞬出てくるものを言わない、あの出演者、それがコンビニ夢物語という映画です。来年の2月1日の上映が決まりました。今年の年末から年明けにかけてどっか上映します。イオンでもやると思いますけどね。もし大新劇場に来てください。コンビニの歌も入って歌ってライブやります。一緒にね。ヨガコンビニの歌を CM ソングに豆電球のコンビニのこの歌がかかりますのでぜひコンビニの歌一緒にあ、おるやんあコンビニの歌コンビニの歌を今日アレンジ編曲してくれた長崎圭介を呼びますコンビニでございますコンビニの歌を荷物持って帰ってくるコンビニの歌です帰ってコンビニやりますコンビニの歌、そして調子壁の、ね、歌も全部編曲をしてくださった長崎さん、はい、長崎さん、お荷物を持ってくださるとそのペットボトルとかも袋持ちましょうか、はい、はい、それではお願いしますぜひ、これ覚えちゃおうかな皆さん覚えてあの一生懸命あの曲に参加してくれまして本当いい曲にしないかん、いい曲にしないかんと言って必死でいい曲になったと思うんですけど皆さん聴いてまたあの判断してもらえたらねこの3人のハーモニーが入っていますので曲の中にそれは、はい、汗と涙と血の結晶というかもうほんまにここまでやってしまった全国制覇したいコンビニの夢の物語の映画のテーマ曲にならなかったけどみんなの思いは日本全国行こうそれだけでコンビニのいらっしゃいませー中村さんへようこそコンビニへようこそ
りの時間が怖くなる。闇夜が続く24時。こちらに、ね、ありますので貴重な CD となってますのでぜひこの機会にお買い求め